下面有请马自达汽车株式会社董事会主席、社长兼 CEO 山内孝先生致辞，掌声有请。我是山内，大家好。皆さんこんにちは。マツダスタンドにお越しいただき誠にありがとうございます。マツダが中国市場に参入してから今年で12年経ちますが、中国市場はマツダにとってますます重要な市場へと存在感を高めています。マツダをご支持いただいている中国のお客様に心より感謝しておりますとともに、パートナーである長安汽車、一汽乗用車、そしてマツダディーラーの皆様に対し改めて御礼を申し上げたいと思います。ありがとうございます。まずは私からマツダの近況をお話ししたいと思います。私たちは2012年度を実行の年と位置づけ、ビジネス構造改革プランの実行に注力をいたしました。その結果、すべての利益レベルで黒字を達成することが確かとなり、掲げた目標に挑戦し達成することのできた充実した年であったと思っています。構造改革プランではご覧の4つの重点施策に取り組みました。特にスカイアクティブ商品導入によるビジネス構造の改革という点では大きな成果を上げました。昨年2月に鼓動デザインとスカイアクティブ技術を全面的に搭載した第1弾 CX5 をグローバルに導入いたしました。当初のグローバル年間販売目標16万台を大きく上回る20万台を達成し、需要増に対応するために生産能力の増強も行いました。グローバルで40以上の賞をいただいており、昨年末には日本カー・オブ・ザ・イヤーを受賞いたしました。同じく昨年11月には第2弾マツダの技術とこだわりを尽くしたフラグシップモデルマツダ6の導入開始を行い、こちらも多くの市場でご好評をいただいております。またスカイアクティブ商品の開発にあたり取り入れたものづくり革新によるコスト改善計画も順調に進捗しております。10月にはロシアでの合弁生産が開始され、ASEAN 中南米の生産販売体制強化は計画通り進捗しています。新興国事業の強化、グローバル生産体制の再構築など、それぞれ確かな成果を生んでいます。このようにグローバルに見ると大きな手応えを感じた年でしたが、一方マツダの中国ビジネスにとっては市場競争の激化や9月中旬からの日本車に対する逆風などにより非常に厳しい1年となってしまいました。今や中国はその成否がマツダの将来を左右する私たちにとって最も重要な市場の一つです。この厳しい状況を打開するための一番の鍵、それはやはり商品にあると私は信じています。スカイアクティブ搭載車がグローバルにマツダの反転攻勢を牽引したように、ここ中国市場でもスカイアクティブの本格導入で巻き返しを狙います。まずは新型マツダ6の導入です。中国で販売するマツダ車の約 60% を占めるほど、マツダ6はマツダ中国における機関車種の一つになっています。
このマツダ6にスカイアクティブ技術のすべてと鼓動デザインを搭載した新型マツダ6輸入車をマツダアテンザという名前で6月に導入いたします。我々が今持てる技術のすべてを結集して作り上げたスカイアクティブの最高峰とも言うべきフラグシップカーに仕上がりました。中国のお客様にもきっとご満足いただけると確信をいたしております。またスカイアクティブ搭載車の国産化も中国事業にとって大きなステップとなります。昨年11月に発足した新生長安マツダ汽車は開発から生産販売まで全ての機能を備えた唯一の海外拠点となりますが、年内にこの新会社で CX5 の生産を、そして長安フォードマツダエンジン工場でスカイアクティブエンジンの生産を開始いたします。一方、一機乗用車ではマツダアテンザの国内生産を開始していただきます。もちろん商品力の強化だけではありません。もう一つの鍵ともいえる販売網の拡充やマーケティング力の強化、そしてお客様満足を上げるためカスタマーサービス、アフターサービスの構築を行い、これからも規模は大きくなくてもキラリと光る輝くブランド、お客様との間に強い絆のあるブランドになるという目標に向かい、パートナーとマツダグループ一丸になって挑戦をしてまいります。マツダの挑戦にご期待ください。それではマツダアテンザと国産 CX5 をご覧ください。谢谢大家。